栗原隆氏は東京都出身のアメリカンフットボール選手である。ポジションはワイドレシーバー。X リーグのイコールワン福岡サンズに所属。駒場学園高等学校入学からアメリカンフットボールをはじめ、法政大学、トマホークスでは1年時に甲子園ボール制覇。4年時には関東学生リーグで MVP を獲得する。同級生にはコー徳田がいる。 大学卒業後の2009年からは X リーグのパナソニックインパルスでプレーする。パナソニックでは入部3年目の2011年にグリーンボールで優勝し最優秀選手賞を受賞した。2012年8月にパナソニックを退社し NFL に挑戦するため渡米する。室内で行われる。 アメリカンフットボールリーグの AFL のトライアウトを受けるが契約には至らなかった。その後、2013年5月に NFL のボルチモア・レイブンズのルーキーミニキャンプに招待されたが、ビザの問題があり参加することができなかった。2013年より国内 X リーグの IBM ビッグブルー所属となる。2016年、第38回パールボール優勝。 同 MVP 受賞。2016年より、法政大学オレンジ WR コーチに就任。2017年4月から、筑波大学大学院でコーチングを学ぶ。2020年1月に IBM ビッグブルーを退団し、FA となることを SNS にて公表。その後、同年3月30日に、ミライフ福岡サンズへの入団が発表された。 栗原隆史ツイッター栗原隆史、イオム TK81 からインスタグラム。ありがとうございます。